そしたらね、別所したこういうふうに行ってみましょうかね。おそらくここを右に上がったところだと思うんだけどね、どうだろうね。あんまり人気がある古墳ではありませんので、あ、上がるとこないんだわ。あらら、こうかな。この中華言うたらね、ここだけどね、この前間違ってこっち入ったんだけどね、こっちに、こっちになかったんですが、間違ってます、前回はね。古墳で5世紀ぐらい言われてるんだね。5世紀かそこらで言われてるんでね、どうでしょう。あら、わからないんだこれ。あら、わかりません。これ入っていこうか。これ4世紀になってるな。別所した4世紀だって。ここ歩いたことあるんだけどね。おはようございます。あの公園が掃除してあったんでね、なんかそわそわしちゃったんで、これ見て言うて終わってしまったんでね。場所は大体この辺やということだったんだけど、どうやろうね、これかな。看板ある言われたけどね。あら、ちょっと中に入るそうな感じじゃないな。看板も見当たらへん。これやって言われたけどね、看板ない。看板見当たらん。どこどこだ。看板を探しておるけど見当たりませんね。おそらく地図上はここなんだけどね。あら、楓がまだ色ついてないね。あら、ここに看板ありましたか。ここに看板、別所した古墳。いや、光って見えんだ。これでわからんね。よ、何メーターぐらいあったかな、この古墳は。円墳、60メーターの円墳、これわからへんね、これでは。60メーターの円墳って書いてあるんだけど、どうだ。なんか、真ん中高くなっとるんだけどね。ということは4世紀か。4世紀かもしれない、これ。円墳。中に入れないか。入れなそうやね。東側いると、こちらの方やでね。こちらの方に、梅塚があるよ、みたいなのが見当たらんね。これじゃわからんな、さっぱりな。わかりません。ここ、60メーターの円墳って言われてるけどね。中に入れないか。入れないな、これは。あら、全然入れないわ。こう休憩所かな、こう。あれ、もう一瞬まとまったね。この中でもね、別所した古墳はね、全然確認取れなかった。看板はありましたけどね。
丹田でございました。はい、この中でございます。前回は全然違う、反対側のあの中入ってたんですね。あの中をね入ってもらえない、こっちでした、右の方でした。ちょうど反対側に看板があるんでね、だいぶ探し回ったんだけどね、この中でございますけどね、わかりません。なんか見えんかね、さっぱりわからんね。これじゃ公園館のすぐ横ですけどね、もう公園館でございます。でずーっと行ったらね、大池、あれ上池下池だったかな、昔大池と大池で聞いてたんやけどね、池の方にまっすぐ歩いてもらってね、池の手前からねちょっと右入ります。そうするとね、こちらの方に 60m の方墳がね、円墳があるんですけどね、高さが 6m やったかね、で円墳で直径が 60m の円墳がありますけどね、はい、正面が下池でございます。あら、初め来た時大池大池ってみんな言ってあったんやけど、で下池だそうです。おお、これ面白いのがあるぞ、これこれ水時計ちゃうか、アスカにいっぱいあるけどね、こんなやつね。ここにね、金魚がものすごい、金魚おらんな、金魚がものすごい泳いどったんだけどね、金魚いませんね。あら、これ水位低下してまんな、これ。もう冬やからいない、ここから入っていきましょう。これからね、ここから入ると、まっすぐ行ったら下行きやけどね、ここから入ると、どっち？東に向かって、北。ということで、前方後円墳の可能性もあるんでね、まあ、これじゃさっぱりわからんね、これ。前方後円墳ならね。くびれがあって、もうちょっとね、下のね、手前の方墳の方がね、どこに、わからんね、これでは。まあまあ、円墳みたいな感じはするね、ここね、感じだけは。一応、こう、円になってる、ここはね。ははー、なるほど、そういうことか。いやいや違うな、形わからんからね、どういうあのあれかがね、この形をね示してくれた、まだしもこれはさっぱりわからんな。だ可能性でしょ、こうかね。いや違うね、わかんわ、これでは。こうならこちらの方が豊富で、前方後円墳の可能性もあんねやけどね。ちょっとやぶで中がさっぱりだから、